ミリアム・マーゴリーズは、イギリス出身の映画女優、声優である。1941年に、イギリスのオックスフォードで生まれた。母親は不動産投資家で、父親は医師だった。ちなみに、家系はベラルーシからのユダヤ系移民である。地元のオックスフォード高校を卒業後に、ケンブリッジ大学のニューナム・カレッジで学んだ。在学中に演劇に目覚めた彼女は、 ケンブリッジの学生たちが運営する劇場でコメディ劇をいくつか経験。持ち前のコメディセンスや独特の声を活かして頭角を表していった。1965年にジュディ・レンチなども出演していたテレビシリーズシアター625でテレビデビュー。その後も母国イギリスで主にテレビで活躍。1970年代に入ると徐々に映画界へも進出。 また同時に声優としてもキャリアを重ね、坂井正明が孫悟空を演じた、西友紀や中村敦生主演の歴史ドラマ、水古伝の英語吹き替え版にも参加した。年が経つにつれ、イギリスのみならず、ハリウッド作品にも顔を出し始め、1980年代に入ると脇役ではあるが、バーブラ・ストライザンドが主演、制作、脚本、監督を務めた意欲作。 アイのイエントルや、リック・モラニス、スティーブ・マーティン、ビル・マーレーら出演のミュージカルコメディ、リトル・ショップ・オブ・ホラーズにも参加した。本国イギリスにおいては、ロー・ワン・アットキンソン主演のコメディ番組、ブラック・アダーへの出演でも知られている。1990年代に入ると、出演作品も話題作や大作などが増え始めた。1993年に出演した。 マーティンスコセッシュ監督のエイジオブイノセンス汚れなきジョージでは見事英国アカデミー賞助演女優賞を獲得。その後も癖のある役柄やコミカルな役柄を聞きとして演じ、中でもスティーブ・ブシェミと共演したホラーコメディーボディ・クッキング母対イ,イケル生では主から蘇るブシェミの母親役を不気味に演じている。 これまでの出演作品は130本を超え、映画やテレビにおけるバイブレイヤーとして、精力的に活動を続けている。その功績が称えられ、本国イギリスからは大英帝国勲章が授与された。アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアに今日構え、それぞれの国において活動。ベストセラー小説の映画化でもある、ハリー・ポッターシリーズにおける、 ポモーナスプラウト役としても知られている。映画以外では、オーストラリアやロンドン、そして、ブロードウェイの舞台でも活動している。同性愛者であることを公にしている。パートナーとは40年来の交際だという。2013年、オーストラリア国籍を取得。ヌーナムカレッジアンダーグラデュエートアドミションス、ページ4イングリッシュ、ニューン、カム、AC。 UK, リリーブド25オーガスト2011ザ・グラハム・ノートン・ショー4マーチ2011トーザー・ジェームズ・マイ・レズビアン・コンフェッション・レッド・ツー・マザーズ・ストローク・セズハリー・ポッター・スター・ミリアム・マーゴリーズデイリー・メール http://www.day.mail.co.uk テビショービズアーティクル -1063629 マイレズビアン・コンフェーション・レッド・マザーズ、ストロークセズハリーポッタースターミリアムマーゴリーズ HTML ハットレートナイトライブ10セプテンバー2007ミリアムマーゴリーズディッケンズウィメンドット n e t ドットネット au リリーブド25オースト2011ハリポタエ女優公衆人にジジドットコム2013年1月26日ありがとうございます